はい、こんにちは。今日もケバリ巻いてきます。今日は、エルクヘアカディスですね。定番のこんなやつですね。沈めてもというか、まあ、ちょこっと沈めてもいいですし、がっちり浮かしても結構釣れるフライですね。まず、使うものなんですが、スレッド、8番の黄色使います。まあブラウンとかでもいいと思います。フックについては10番の、スタンダードフック、まあ、ニンフとウェットフライにも使うやつなんですけども、ほぼ無視して自分は使ってます。まああとエルクヘアの、まあこれですね、エルクヘアですね。あと、ハックリングしますので、お好みのハックル、まあ、準備してください。私はこれですね、ホワイティングのハーフサドル、これ使ってます。この色一択ですね、俺はこのパターン一択でやってます。とダビング材については、100均で買った羊毛フェルト、手芸コーナーに売ってます。4色入って100円です。今日はこの黄色いやつ使っていこうと思います。それじゃあ巻いていきますね。下巻きします。下巻きはアイギリギリのところからではなくて、ちょっと外したところ、ちょっと後ろのところからザクザクと巻いていきます。でこのフックポイントギリギリのところまで巻いたら、余ってるスレッドを切り取ります。はい、で次ですけども、まあこのハックルですね、ハックリングしますんで下処理して、ダビングします。ダビングワックス、これも人それぞれ、まあ、しなくする人もいるしない人もいますし、どちらでもいいです、こだわりないです。ダビング剤、さっきの羊毛フェルト100均のやつですね。ドライフライについては、ダビングするとき結構きっちり巻いちゃった方が自分はなんか釣れるような感じがしますね。ウェットフライは結構ぽやっとふわっと巻く方がいい感じかなと思うんですけど、でここまでやりましたら次ハックリングしていきます。まあ、いつも通りハックルプライヤーなんか使わずに手で巻いていきます。サイクになっちゃいましたけども、はい、次エルクヘア、どれぐらいですかね、どんなもんですかね。
これこんなんですかね、こんな感じになるようにイメージはここですかね。よし、これでもう概ね完成なんですけども、ここしっかり噛みますね。この頭の部分ですね、自分これ切っちゃう派なんですよね、残す派の人もいるんですけども、自分切っちゃう派なんですよね。どちらかというとわざとドラグをかけて、水面直下の魚にアピールをすることが多くてですね、そういう時にちょっといい感じで半チンみたいな感じにならないですよね。なので、ドライフライなんですけども、半分上的な使い方をする時もありますので、自分はこんな感じの形状になります。本当完全にオイルの、まあ、エルクリアカディスなんですけども、ここまでやったらその通りハーフヒッチをザクザクと3回ほどやりまして、セメント。よし。はい、これで完成になります。下から見たらこんな感じですね。使用用途としては、まあ、先ほども言いましたけども、わざとドラグをかけて水面を引っ張ったりとかですね、もちろんドラグフリーで、白泡の中とかですね流したりしても釣れるフライです。はい、最後まで見てくれてありがとうございます。参考にしてください。もしよろしければチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。また会いましょう。